アサマリエは日本の海軍軍人。最終階級は海軍技術中将。魚雷設計の天才と言われ、酸素魚雷特殊潜航艇,艇の開発に貢献した。海軍技術有効賞を受賞。兵庫県出身。東京帝大工学部造兵科を卒業。在学中に海軍造兵学生となり、卒業後、海軍造兵中技師任官。 海軍造兵科士官は兵器の設計開発にあたる将校総統官で、後に海軍造船科士官、海軍造機科士官と合わせて海軍技術科士官と改称された。浅間は造兵隊時代まで呉海軍交渉に属し、魚雷部員、方向部員を務めている。1923年12月より1年半にわたり、造兵監督官として英国に出張した。 1925年12月増兵調査。1930年12月増兵調査に、進級。この官官製本部員を務め、東大工学部の講師を兼任している。酸素魚雷の開発に成功したのはこの、中佐時代であり、功績により朝日中受賞を授けられた。後に特殊先行艇の開発設計主任として、貢献。増兵少々。 クレ交渉水雷部長として、日米海戦を迎え、川田な交渉長に展示、関西本部出資券クレ、陳不出資を兼任。1945年5月1日技術中場へ昇進。同年10月30日予備役編入となった。アサマは、中佐として、関西本部に在任中に、酸素魚雷の開発に携わった。酸素魚雷の開発を主導したのは、 関西本部第二課長、岸本兼次である。酸素魚雷の開発はイギリス海軍が先行していたが危険すぎて実用に適さないとして開発は放棄されている。日本では過去に爆発事故を起こし、大木静雄造平佐が酸素濃度50%の段階まで進めたものの開発は停滞していた。海軍部内でも反対者が多く、軍務局長、 豊田定次郎に実験中止を提案されたが、岸本は開発を続け、浅間は設計主任を務めた。岸本、浅間、大谷は酸素気質と加熱室に空気瓶と不瞰弁を取り付ける方法で開発に成功した。しかし実際に作動するかは実験で確認しなければならず、誰かがバルブを開かねばならない。失敗すれば爆発が起こり実験会員は、 生命の危険があった。バルブを開いたのは、浅間で、魚雷は3万メートルを地層した。酸素魚雷は1936年正式兵器に採用され、太平洋戦争において、戦火を収めた。特殊戦航艇の開発を主導したのは、酸素魚雷と同じく、岸本であった。浅間は、設計主任として参加し、縄竹白と共同し、1935年に、 開発に成功している。AB、連合艦隊の栄光第六章アメクラ2007、ピアニッシも、314から318、染物や技術士官となる、海軍少将,将岸本が残ちがい二名女君並なみく章果樹の、県、海軍造兵少将,将,将浅まり栄外11名、海軍造兵少将,将浅まり栄外11名、海軍造兵大佐浅まり栄外1名同情。 陸地測量士、久保田義松貝2名、昭和16年、海軍少将岸本が残ちに二名女君並勲章華樹の県。ありがとうございます。